はい。そして、えー、このショールームの方ですね。えー、皆さん来てくださって本当にありがとうございます。えー、ちょっと今日はラジオ配信になっちゃうんですけど、はい。えー、っと、ぜひ、えー、っと、一緒に参加してくれたら嬉しいなというふうに思いますので、どうかよろしくお願いいたします。はい。ということで、早速ですけども、えー、やっさん、こんばんいで、は、エすありがとうございます。初見です。ということで、え、初見ありがとうございます。すごい嬉しいです。あの、ショールームの方、よろしくお願いします。 そして、床電鉄さん、こんばん、ゆす、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いェいイいイイ,エイ,イ,エイってことで。え、うちーさん、こんばんは、ありがとうございます。ペフファイドル、お疲れ様でした。ってことで、こちらこそありがとうございます。え、ショもよろしくお願いします。そして、あ、みーにゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。ショルンを来てくれて、すごい嬉しいです。よろしくお願いします。はい。 そして、わさん、あ、こんばんはユース。ありがとうございます。こちらこそペーパーアイドルお疲れ様です。ってことで、はい、ありがとうございます、ショールームの方。はい、ぜひ一緒にお話ししてくれたら嬉しいなっていうふうに思います。はい。うん、先週金曜日文化放送でお会いしました。あ、ショールームが初見ってことですかでも、あの、ありがとうございます。先週金曜日に実はそのペーパーアイドルがあって、まあ、普段は、えー、水曜日。今日も水曜日なんですけど、やらせてもらってるんですけど、 まあ、イレギュラーなイレ言えないイレギュラーな日でしたねなんか1週間前にペーパーアイドルやった気でいたら違うあれは金曜日やったからついこの間だわと思ってそうなんですよついこの間でしたそういえばで今日もあのペーパーアイドル、まあ、今も言った通りあったわけなんですけどもえー、今回はあれですよ ゲストさんが、あの、ラックやだったんですけど、ゲストさんが SIR の9期候補生の皆さんの中から、ランキングトップ3の皆さんが来てくださって、いや、本当に初めて9期候補生さんのそのランキングの発表のその場に立ち会った収録だったので、すごい、ちょっと私もなんかすごい緊張感はもちろんあったし、なんか毎回 SIR のその候補生の えー、バトルってすごいドラマがあるんですよだからなんかそういう場になんかこう自分も身近にいさせてもらうとすごいあのー、初心初心初心貫徹初心を <laughs> 忘れないようにしようって改めて思うしすごい刺激になりますはいなんか私ももっとこういう風になって頑張っていこうっていう風な力をもらったのですごい嬉しかったです はい。次回、あ、撮るときは、ピインじゃなくて、通称で撮ります。あ、本当ですよ。もう、本当に。あのー、次こそ、あ、チェキの話なんですけど、チェキ、あの、<laughs> えっと、隣が、ね、あれなので、隣へ <laughs>、ぜひ映ってください <laughs>。えっと、81さんはこんばんは、ありがとうございます。今日もおついさまでしたということで、こちらこそ、本当にありがとうございました。 ありがとうございます。そして、じんちゃん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんです、はーすよろしくお願いします。そして、うたたえさん、あ、こんばんです、はーすありがとうございます。え、初見じゃないです。嘘です。<laughs> よろしくお願いします。はい、えー、っと、こんちくんさん、あ、こんばんす、はーありがとうございます。そして、え、ハートと音符と、 えー、だるまとハートと音符と、<laughs> バラを、すごいたくさんの、えー、今晩も、こんなたくさんありがとうございます。めっちゃびっくりしましたあ。久しぶりにこのラインナップ見ました。ありがとうございます。<laughs> はい、もうショールームも来てくれてありがたいので、アイテムもありがとうございます。はい、以上のまんまでチケットの宣伝をしていて心打たれました。え、え、そんななんかあの、あ、私の、すいません、あれですよね。 あの最近そのペーパーアイドルとかもライブの度に皆さんにしつこいぐらいあの12月29日の生誕主催公演のちょっとチケットの件のお話とかちょっとなんかしつこくお話ししちゃってちょっとね心も痛いんですけどでもまあ自信を持ってあの確実に楽しいステージを届けられるというその準備とあの自分の中で、ね どんなことがあっても、まあ、2019年の集大成を見せられる自信があるので、まあ、ちょっとしつこくグイグイいっちゃっているんですね。でやっぱり私はライブに生きているタイプのアイドルなのであの実際にライブを見てもらわないことにはなかなかこう多分魅力が <laughs> 伝わらないかもしれないんですけどなんかねあれの 実際にやっぱり足を運んで会場で一緒に体感しながら一緒にステージを作っていくことに人生の喜びを感じているのでぜひ来てほしいなって思いであのすいませんがしつこくチケットのことをお話ししちゃっております、はい、なので、まあ、あのぜひね12月29日年末なんですけど一緒に福島県に来てくれたら私はすごく嬉しいなと思って頑張ります。はい 細道さん、こんばんいです、は。エス。夜分にお疲れ様です。ということで、お、細道さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、こちらこそ夜分遅くに、ね、お、細道さんになっちゃいますね。よろしくお願いします。明日、今日は、時間が早いので、ちょっと無理かな、頑張って。あ、あれですよね。明日のメイドリーミンのお話ですかね。まあ、日付が変わって、今日なんですけど、12月、12日は。えー メイドリーミン秋葉原のライブレストランヘブンズゲートさんにてコラボカフェがあって14時17時という、えー、結構な早めな時間帯に <laughs>、えっと、やらせてもらうんですけれどもまあちょっとこちらもねあのもちろん初めて見る方にも いっぱい PR したいんですけどせっかくこうやってコラボやらせてもらったりとかメイドリーミーさんの可愛い衣装着せてもらうんだったらやっぱりみんなにね席とかも撮って思い出をね一緒に共有したいなと思うので、えー、来れない方多いと思うんですけど是非本当にお待ちしてるので <laughs> 来れる方は是非お願いしますうーんと学校の先生さんあ学校の先生ですか 初見だけの3、4回見に行ったことがあるうちに、昨日も浜松町にいたということで、ありがとうございます。あ、昨日も昨日昨日ですか昨日も浜松町の、あれですかね公開収録ですかねでもあのー、あ、昨日ってもうそうか、日付変わったからかな <laughs> 本当にあのー、ペッパーアイドルとかもそうだし、主催とかいろいろやってるので、まずライブ見てくれてるのが嬉しいので、また見に来て、えー、遊びに来てくれたらすごい嬉しいです。 あ、こんちくんさんこれすごい！あのなんだ。これえクリスマスのプレゼント的な可愛い,い。あと花束とあと渦巻きの。これはお土産みたいなものと。<laughs> そうね、名前が分かってなくてすいません。あとバラの花すごいたくさんありがとうございます。すごい嬉しいです。えっ、ー、とあサニーさんこんばんは。ありがとうございます。こんばんはです。よろしくお願いします。はい。 まあちょっと本当にね夜分遅くになっちゃって明日木曜日かまだ週の真ん中が終わっただけかじゃないですかって来てくれて嬉しいなと思うんですけどなんか今週割と私結構なバタバタ感で生きててほとんど「ラックヤドルパスの」の、まあ、編集してるんですが、まあ、次ボリューム14が私の生誕の当日に発売っていう、ね、予告をしているがゆえ。 あの今結構死に物狂いで <laughs> 編集を一日にねえ本、ー、当20ページ単位で進めていかないと結構間に合わなくてでプラスこう特別取材とかが入ってきたりとかなんかまあいろんな媒体さんの取材とかがずっとあってなんか明日明日は取材ないけど明後日も取材でその次も取材だったりとかするのでなんかバタついてはいたんですけど ななんんかあれなんですよあの雑誌とか媒紙媒体とに限らずかななんかこういう雑誌作ってる方は分かってくれるかもしれないんですけどなんか原稿はなんか取材が終わったら、まあ、そこから原稿を書いていくけど一回書稿っていって、えーまあ文,字をね、文章を作って原稿を作ってそれがデザイン上がってきたとしてもなんかそこからが結構勝負ってところがあって。 割と取材が終わったら確かにうわ何千文字だと思ってうわやばっと思って書くんですけど書いてる時は夢中になって書いてるから意外と集中すればその日のうちに終わったりするんですけどやっぱりそこからのより良くするための構成とかうーん修正構成修正となんかまお相手のもちろん要望もあるしなんか まあ何か正解かとか何がゴールかっていうのは自分次第だからそこからのの戦いい方が長いんですよでも今回は締め切りが割と早いのでそれに向けて今割とちょっとピッチを上げて1日例えば仮に20ページ書いたとしたら20ページ分の書紋が上がってきたらそれを全部より良くするためには。 なんか時間がいくらあっても足りないなってすごい思うのでなんかそういうところはスピーーディーに頑張りたいいいなっっててつも思っていますそうなんですよね。でなんかこ,こだわり出したらもちろんきりはないかもしれないんですけど私は自分が納得しないものを世に出したくないのでなんかとにかくそのでも時間内にや,やんないといけない時ってあるじゃないですか人生。ななんかかライブもそうじゃないですか 尺があるから尺の中で私がどんだけ魂込めて歌って届けられるかってにかかってるからその時間をかけたからいいってわけでもないけどその限られた時間の中でベストをオブベストを尽くすのがなんかうちらの仕事かなと思って今は作ってます。頑頑張張りますす <laughs> れっって感じなんんですけどえー、っとラ、えー、イスちゃん こんばん、イース。ありがとうございます。おひさ、ということで、来てくれてありがとうございます。え、ショールームの方、よろしくお願いします。あ、アカウント間違えた、お姉ちゃん来たよ。ああ、ああ、タイカさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。そして、えのさん、あ、今日も江ノ島からありがとうございます。え、ペーパーお疲れ様でした。ということで、こちらこそ、おちい様でした。あい。あい、あい、あい。えっと、そして。あ、ズッキュンバッキュンさん、晩は、ありがとうございます。こんばん、イース。よろしくお願いします。 でパーチーさん、あウェイ、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。ショールームの方もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、えっ、ー、と、えのさん、いやいや、江の島じゃないし、<laughs> そう、そのくだりをね、いつもやらせてもらっておりますが、えー、情報処理能力、処理能力を高めていこうなん、そう、いこうなん、本当に行きましょう。本当にそう思います。まあ、でも、その分、すごい、毎日が、 ある種充実しているのでいい感じだなーって思っております <laughs>。まあちょっと慌てないといけない時もあるんですけどまあそんな感じで今日もペップアイドル、あのー、寒い中あでも先週よりは寒くなかったかな前回よりは本当にありがとうございましたっていう感じでで、ね、でですよでですよあのー、最近このショールームの中で あの皆さんからの質問に答えるコーナーをやってるんですよ。最近って言っても2回ぐらいしかやってないんですけど。なので今日もえいただいた質問に答えていくタイムに入りたいと思います。はい。ということで。うんうん。ちょっとお茶飲んでいいですかはい。あお茶で お茶であれだお茶で思い出しましたが、えー、そうだ質問にあった内容でゆスちゃんが、えー、普段から飲んでいる飲み物は何ですかって質問があったんですよでこれ結構あの私飲み物については結構熱いタイプなのでまあなんか何に絞るかって言ったら難しいんですけどうーんと絶対に毎日飲むのはまず豆乳を飲みます あとは特茶を飲みますこの2つはマストで飲んでると言っていいでしょう。で豆乳を飲んでる理由はあの豆乳ブームは、まあ、毎回来るんですけど、まあ、SIR の伊藤みのりちゃんみのりんがあの豆乳を毎日飲んでるっぽい気がしたんですよ私の中で。なんか遠征でで一緒にになるる朝豆乳飲んでるから この子は毎日豆乳飲んでるから、えー、可愛いいのかなと思って真似して飲み始めたのとあと特茶を飲み始めたのはもう元から結構飲んではいたんですがあのメンバーのゆりぴんがあのー、毎日特茶買うクロウロン茶飲んでるんですよ多分か聞いたらそう言ってたから絶対そうだと思うんですけどであいいなみたいな私もちょっとそれ見習って私もダイエット頑張るよって言ってしたらはい 一緒に頑張りましょうって言われたんで、本当にこういう、こういう感じでね、言われたので、私も一緒に特茶を毎日飲んでおります。あとまあ最近知ったのは、ご飯を食べ終わった後に、ココアを飲むと、歯周病菌多分人間絶対歯周病菌って持ってると思うんですけど、歯周病にな,なってない人も多分何らかのそういう、ね、 刺繍病菌みたいなものはあると思うんですけどそういう菌がな,んかなくなるんですよなくなるって本で読んだんですこの間だから私みたいな単純で影響されやすい女はあのとりあえずココアを食後に必ず作って飲んでその後歯磨きをしてでココアを飲んだ時点で結構いい感じなんですけどで歯磨いたら最高なんですけどその後に私はガムデンタルリンスをして。 その後もう一回歯磨きをするんですよ。そこまでしたら多分絶対に私はもう虫歯にはならないかなって思って <laughs> 生きてるんですけど、どうなんですかね。ちょっと磨きすぎも良くないかもしれませんが、最近飲んでるのはとりあえず豆乳と、えー、特茶と、ココアと、ガムデンタルリンスっていう感じですね。はい。えー、っと、うん相談役さん。 かこんばんにありがとうございます。来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。はい。えー、そして、豆乳を毎日体に豆乳。えー、何そのなんか夜中にすごいダジャレ的な存在をありがとうございますあ。そう、そうです。その通りです。<laughs> そうですけど、<laughs> ユリピンのモノマネ。ごめんなさい。ゆりぴんのファンの皆さん。勝手にユリピンのモノマネしちゃったんですけど、 なんか今思い出したんですけどあのー、今日なんか今日っていうか昨日のレッスンの時と今日リハの前になんかうーんなんか私は、まあ、ライブの前とかに自分で今日はここをこういう風にして歌おうとかまあ注意していこうとかってまあ一応そのね考える時間がもちろんあるじゃないですか。 ってて考えているんですけどなんか「楽屋アイドル編集部」ってまあ「楽屋アイドル編集部」の曲は当たり前だけど歌ってて私も前過去歌ってた曲とかを今歌っているんですけどなんかそうすると自分が、まあ、歌ってきた楽曲だからやっぱりすっごいなんだろうめちゃめちゃこう思い入れがある曲だし、まあ、魂込めて歌ってきた曲だからなんかやっぱよりよく ね、お互いなっていった方がいいかなっていう思いかなまあおせっかいかもしれないけどなんかここはもうちょっとこういうふうにした方がいいと思うとか、まあ、振りとかあおり歌かなでも特に歌に関してはなんかちょちょっとあんまこう負担にならないようにねなんか <laughs> あ「あっちなんかちなみにさ」みたいな感じでこう軽く言,言うんですけどなんか昨日そのリハのやり方とあとなんかマイクの。 扱い方そのマイクの扱い方による声の出し方を私なりにですけど教えてねえ意識してもらおうと思ってやってたで今日リハやる前になんかユリピンに「なんかマイクこうだからこういうふうにこう思ったらこうして声を出してやってみて」って言ったらなんか本番まあ、見ててちゃんとそれができてるかな 先週のペーパーよりもなんかすごい声がちゃんと届いていたんですよ。でなんかすごいピッチも安定してたからあなんかそれはちゃんと自分が意識してやって練習した成果が出てたなと思ってユリピンになんかすごい今日はここが良かったしなんかまあなんかちょっと私も偉そうに言って申し訳ないけどなんかその私が言ったことをなんかこういうふうに。 すぐ取り入れてくれたのはすごい嬉しかったよって言ったらゆりぴんがめっちゃなんかもう部活みたいな感じで青春みたいな感じでなんか目を潤ませながら「私は本当に本当に嬉しいです!」って言われたら私も感動して熱くなってきちゃってなんかライブって本当最高だよねみたいな感じでライブが終わった後になんかひとしきり10分ぐらいゆりぴんとなんか語り合うっていうちょっと熱いシーンがあって。 なんかでもなんか本当にライブとかもそうなんですけど何でもそうだと思うんですけどなんか何か一個自分がその日できるようになるかならないかって結構大きいことで何か一個できるるようになるここととってすごいことだなって思うんですよだって昨日の自分ができなかったことが一個今日の自分ができるようになってるってすごい変化じゃないですか。でそれを 自分たちが一番好きなそのライブとかステージの上でそれが体現できたっていうのって多分演者にととって一番嬉しいことだと思うんですよだからなんかそういうのってでも自分で気づかない部分もあると思うからなんかちょっとした変化は客観的な目線で自分も見ててあげて伝えてあげてそれで嬉しいことが一個でも増えたらなんか明日も頑張ろうって思えるからそういう。 いい感じにポジティブな活動をみんなお互いできたら一番いいなって最近はすごい思っておりますねはい <coughs>、えっと、えやあ、あまつなさんこんばんは夜勤終わりおつゆす様ですありがとうございますえっと食後にココアを豆から作るのかくんなわけないほ <laughs> んとなわけないです <laughs> そんなそんなココアってでもココアも カカオですかもしかして。だからココアって言うんですかえ、わかんないですけど。カカオが生ってココアって言ってるんですかねふと思う。あ、ミナコさんこんばんは。そしてお誕生日おめでとうございました。そして今日来てくれてありがとうございました。ありがとう本当によろしくお願いします。ショールームの方もおめでとう。えっと、あ、トノさんこんばんはもともとユソさんの歌なのか。 のああ、まあ、歌うっていうかまあでも「ラックユー」の曲なのでもちろん私も歌えるし過去のメンバーたちもみんな歌える曲なのでそうですね歌い継いでいくんだったらなんかやっぱ客観的に見ててもなんかこうレベルアップは常にしてほしいなってブラッシュアップをしていいステージ届けてもらいたいなっていうのはあの正直すごい強く思って。 いる <laughs> いるしまあそれで何か力になれることとかがあるんだったらそれはちゃんと力になりたいなって思っておる <laughs> おるうん、スさん熱くなるとカレーパンンスになるからなえいや A ですよこっちが A ですわ <laughs> カレーパン好きですけどね <laughs> カレーも好きだけども朝まで朝5時まで勤務したことに矢印つけてもらえた 矢印つけてもらえたえ、なんだろうこんばんは。え、でも朝5時まで勤務したのですかのですか <laughs> とか言って。すごい、でも。え、今日の話ですかね本当にお疲れ様です。いっぱい寝てください。疲れちゃったと思うから。あ、怠け者さん、おつゆさん、おやすみ。え、ちょっと待って。今日来てくれてありがとう。でも、あの、そんなすぐおやすみなんて言わさんなよ。よろしくお願いします。 えーっとゆりさん入って何ヶ月くらいでしたっけえー、新メンバーが9月10日に入って新規バスタジオコーストで入ったので3ヶ月3ヶ月ですかねはい3ヶ月だと思いますはいですかね私もちょっと日々成長できるように、えー、頑張りたいと思っておりますはい 外仕事だからつけてもらえる。え、矢印って何に？矢印をつけてもらえるんですか？ちょっとあのユスの頭がよろしくなくてすいません。明日のステージに名前ぶちまけないようにねってことでそれいや面白かったんですけど、はいあの明日のステージもご注目でお願いします。わいわいユスの歌声聞くと元気出ます。 ありがとうございます。すごく嬉しいです。いつもいうことはすごく嬉しく。あの最近そう言ってもらえる機会が徐々にですが、増えてきたのでえ頑張ろう！っていう風うに思っております。はいまあ、明日もメイドリーミンさんがあるので。 メイドさんになって歌うの楽ししみだしでもメイドさんの衣装はですね衣装とていうかメイド服はですねすごいこうキュッて締まるからね苦しいんですよねあれでずっとお給仕してるメイドさんすごいんですよ本当にだから頑張ろうってちょっと緩めに頑張ろうかなと思いますなんか <laughs>。 途中でめっちゃ苦しいんですよね。てか私の衣装基本的になんかすごい締め上げたりとか過去コルセットとかがいろいろあったのでだいぶなんか衣装によってうってなるときあります。でも緩めに作ってもらって腹式呼吸できるようにしってもらっててもなんかやっぱあんまスタイルよく見えないんですよねそうすると余白があるからだから難しいものです。 明日もきっと可愛いんでしょうね。そうですね。そうだと思います。絶対そうだと思います。ヤ <laughs> スのほっぺたはもっと好きです。あ、カチンありがとうございます。そうですね。私も自分のほっぺた、<laughs> ほっぺたについてあんま考えたことないですけど、ちょっと今見てみますね。あ、でも、いい感じに今日も丸みを帯びてて、 不敵なほっぺですねはいなんかちょっと丸顔卒業できるように頑張りたいけどでは丸顔もいいよって言ってくれる人もいるからちょっと難しいんですけどねはい頑張ろうと思いますということで何の話だったっけかなあそう質問コーナーの話でしたそうではそうですねえもう一個の質問ここにメモしました しゅはい。<coughs> じゃじゃじゃんはい、えー、福島県の冬の楽しみは何ですかっていう質問を頂い,いたんですよ。でいっぱいそれあるんですけどやっぱもちろんスキースノボはもちろんそうです自分もずっとやってましたかな。 だけど私が個人的にこの冬行きたい場所はあの大内宿っていうあの集落というか昔ながらのねあのお家のかや作りって言うんですかで集落を再現したというかその集落の中で、まあ、お店屋さんがあったりお土産屋さんがあったりとかお蕎麦屋さんがあったりとか、えー、ちょっと体感できる スポットがあるんですけど、まあ、そのおうち宿に行ってまあやっぱりヘギそばを食べたいなとかネギでネギをお箸代わりにして食べるおそばがあるんですけどそれを食べたいなっていうふうに思いますあのー、本当にえ何て言ったらいいんですかあのネギを箸というかスプーンっていうか箸みたいな感じで、えー、え使って。 で食べてまあネギも食べちゃおうみたいなでネギはその薬味代わりにもかぶりついちゃうみたいな、えー、そういうあれですよお蕎麦なのでだいぶ見た目にもインパクトがありますはいでなんか正直今方から言うんですけどあの私4月5月1日に「ハンサムウーマン」っていうシングルリリースしたじゃないですか すすっごい曲なんですけどでその曲はあのー、頑張ってる人全ての頑張ってる人へのエールとともにやっぱり強がっちゃって意地張っちゃってる人がいたとしても、まあ、その人のねその素直になれない頑張りもこっちは見てるよみたいなそういうメッセージがあったりとか。 あとはやっぱりハンサムーマンっていうタイトルにもある通り福島県の,あの八重の桜っていう福島が舞台となったあのドラマのハンサムーマンっていうねあの呼ばれていた女性もちょっと意味が何ていうの意味を込めて <laughs> のタイトルだったりするんですけどやっぱりまあ福島県への思いも歌っているから ジャケットを福島県で撮影したいっていう思いがめっちゃあったんですよでなんか福島県で和風っぽいスポットってどこってなんか聞かれて <laughs> 和風っぽいスポットってなんだろうってめっちゃ考えたんですけどでもなんか私一番出てきたのはやっぱ大う塾だったんですよだからぶっちゃけ大う塾にもあの撮影許可取ろうかみたいなでってなって でもなんかいろいろ考えたんですけど大内塾で撮るんだったらなんか私服もなんか微妙なのかなってなって和服かなって言ってでも和服で撮って大内塾が背景だったらなんか本物のハンサムーマンっていうか,なんかちょっと今から戦いに行くぞみたいなスタイルのジャケットになっちゃうからやっぱ違うかもしれないとかってなって。 で最終的にはあのまあ同じく福島県のハニービーっていうジェラート屋さんタピオカ屋さんであの衣装を借りて制服着てジャケット取らせてもらったんですけどまあそので私はそのハニービーのイメージモデルもその同時にやらせてもらって、まあ、今もなおお店にパネルがあるかもしれないんですけど等身大の。 まあその頑張ってる人に扮したジャケットになっていてでまあ結果的に洋風なジャケットになったけどもしおうち塾で撮影してたらなんかどんな感じだったのかなっていうのをちょっといまだにちょっとたまに考えますね。なんかヘ <laughs> ギそばを食べていたのか否かみたいな <laughs> っていう気になるのもあるんですけども。なんか まあ結果話戻ると福島で私が今年の冬行きたいのはまあおうち塾かなみたいに思いますあと鎌倉とか作りたいですね鎌倉作ってお餅を食べてわーってしたいですうん丸顔は好きあみーにゃんさんありがとうございますよかったです丸顔として生きてきてえっ知ってるアイドルで三番の指に入るほっぺたそんなにですか そんなに私のほっぺたすごいですか <laughs> なんちゃって福島満喫したい満喫しましょうぜひぜひかりん知ってるあの飲み物屋さんですか違うかな漢字的にあっタちゃんさんこんばんイスありがとうございますよろしくお願いしますっててて,って感じですかね んあとはあもうこんな時間でしか早いです第一日が過ぎるのって <laughs> 福島県の和風ってとうのへつりじゃないんあそこもそこも出ましたよお話にそうの通りだと思いますでも私は実はとうのへつりには行ったことがないですそう それちょっと撮影スポットみたいな感じでね有名なんですけど <laughs> えー、なんだっけああそう質問コーナーですねべダメだ眠くなってきた <laughs>、うん、でもまだ寝ないですよまだ寝ないでしょ <laughs> まだ寝ないですけど。えっと。とうの節理に行ってください。とうの節理、ちょっと頑張って行ってみますか。この冬。初めて行きます、でも行ったとしたら。えいたそさんが高校時代バイトしてたお店。ええー、行ってみたいです、本当に。 二乗半レコードでご一緒した時、すごくよく知っていただいたので、めちゃくちゃ嬉しかったので、はい。行ってみたいです。はい。じゃあ、すごい、今何時だああ、もう一度はよね。一時になりますもんね。そりゃあまあ、みんなも眠くもなりますわ。椅子はちなみに、 10時半、夜10時半過ぎたら自動的にねもう副交感神経に移行してね眠くなっちゃうんですよ本当にでもその10時半大体なんか10時半ぐらいでなんかライブって終わって物販も終わるじゃないですかで完全撤収みたいになるからギリですね10時半が <laughs> すごいあー郡山商業、群生の入り口あたりあるんですかあこれ今度行かないとですね、絶対に。行きますわ。群生ね、そう郡山商業高校ということで、まあ、トヨ学校で私の友達もね、何人か行ってましたけど、群生の近くの花梨ですか花梨行きたいですね。 えっと、俺の母校あ、本当ですか母校,母校に母校が群衆なのかすごい親近感湧きますなんか知っている高校に通っていた方親近感「党のへつりにゆすパン参上のツイート期待してますありがとうございます」<laughs> ちょっとあのー、映える感じで撮って、えー、ツイッター頑張りたいと思います あ、そうだ、質問コーンなんか、もうラストだね。もう、みんなも眠いだろうしたはい。えー、質問、ラスト、えっと、はい。えっと、ユスは友達と遊んでいる時とかにどんなテンションで遊んでますかっていう質問がありましたけども、ず、えーっと、あのー、それはもちろん行く場所にもよると思うんですよ。はぁ、いやぁ、 で私結構遠出するのが好きなのでうーん電車でね例えば1時間かけてどこどこへ行くとかそういう時はもうすんごいいテンンション高いと思いますとりあえずもう遠足みたいな感じになって気合いを入れて準備をしてねお菓子を持って「さあ行くぞ」みたいな感じで行きますんでどんなテンションかって聞かれたら多分かなりハイテンションで行きますね。 で、福島に帰って福島の子とかと遊びに行くって言った時とかはすんごいずっと喋ってるので,でも別にどこ場所かどうだろうかずっと喋ってるけどなんか話が止まらないっていうかなんか黙ってるっていう瞬間があんまないかもしれないですね。そう 話す内容にもよるんだからなるかもしれないけどどうやって食べ物の話だって止まんないじゃんとかうん、な何々見たって話とか <laughs> ずーっとそれで喋ってわーってなってあとはこう寸劇をしたりとかそういう感じでいますだからテンションは一定じゃないかもしれないけど著しく高いなって思います 必ず食べ物の話してるそうですね食べ物の話抜きにはね会話ってどうなんですかねだってどこどこに出かけるって言ったら何食べたいってなるじゃないですかたら絶対に会話の中に多分99%食べ物の話は出てくると思うんですよそうですねでまあ多分類は友を呼ぶってことで自分の感覚に近しい人と仲がいいと思うので あのそういう話話が合わないってことはあんまないかなっていうふうに思いましただからなんかまあ,あのそんな感じですかね多様な話をしながらみたいな、うん、あんまなんかそのつまんない話つまんない話ってそんなないか面白い話を常にしたいなっていうふうに思っていて、うん、まあ笑える話を一生懸命 持ってきて持ってきてっていうかそのままノリで話して笑って終わりみたいな感じですかねはい。ありがたいことに自分の周りの人々友達とか知り合いとかは基本的にすごくすごく面白い人たちが揃っているのでなんか。 あと、暑い人ですね。暑くてまっすぐで絶対嘘つかない人とか。うん。なんか自分がそうしてほしいな、そうしたいなって思ったりとか、そうしてほしいなとうって思ってる人が多分自分の近くにいると思うので、そういう人たちとね、あの、笑える話をです、ね、日頃からしてるかなって思います。あ、笑える話と言ったら、あの、これなんかツイッターでも言ったんですけど、<laughs> あの、 先日日、まあ、月曜日か私たちの主催の日にあの女芸人の頂上決戦「THEW」w、あの見た人いますかねでそれの、まあ、3時のヒロインの福田真希ちゃんいるんですけどその,、まあ、その子はあのいつもラックユーでもすごいたくさんお世話になって一緒に、えっと、ペーパーアイドルとかもやっていたんですけどその福田真希ちゃんが要する、えー、3時のヒロインさんがなんと見事。 このザ・ w で頂点に輝いたということで改めてユースもすごく、えー、嬉しく思いましたはいでなんかしかもその決勝で披露したネタがまあ私が前に吉本無限大ホールさんで福田,、まあ、福田真希ちゃんのその三時郎ヒロインさんの,あの芸をねネタをね 見た時のアッハーンってやつアッハーンってやつ本ん面白いなな私できないけどアッハーンってやつがあってそれ本当に一回見たら確実にハマるし多分アッハーンが多分2020年の流行語になるんじゃないかって思うぐらい多分勢いづいている、えー、お笑い芸人さんだと思うので是非見に行ってほしいなって応援して一緒に応援したいなっていうふうに思ってます。なんか 私その面白いことすごい好きだけどやっぱり芸人さんってもう本当に笑いいのススペシャリストじゃないですかですごいトーク力もみんなあるしもう芸だけじゃなくて MC とかもすごいめっちゃ楽しくやってくれててでその時もペーパーアイドルでもすごい福田さんには大変に毎回お世話になったしなんかラクとか卒業した後も。 なんか元メンバーとかと一緒にそのネタを見に行ったりとか、まあ、ご飯食べに行ったりとか、まあ、LINE したりとかしていく中でなんかずっと本当にまきちゃんはあのー、絶対に自分の夢がなんかもうお笑いにあるからもう絶対どんなことがあっても結果を残すまではステージを去らないってずっと言っててで実際にこうして1個めっちゃでかいタイトルを取って結果残して。 くれたからすごい刺激を受けて嬉しいいいなっていう,ふうに思いましたしたかもめっちゃ面白いからとにかくこのネタはねあの福田さんの Twitter のに今見てほしい動画が URL で YouTube とかに上がってるのでそれをね私昨日もずっとその動画見てて夜眠れなくなるほど見てたんですけどもうドラを撮っても最高なんですよ。な <laughs> んか ちょっとでもなんか説明口で,できないからとりあえず皆さんアッハンとかあと外国の映画に出てくる女の子のあるあるみたいなネタがあるのでちょっとそれを見てほしいなっていうふうに思いますはいすごい録画見ますとかね共演者芸人さんが優勝で最高ですねン時のヒロインさん本当面白いってことでいや本当に面白いのでみんなで無限大ホールそしてメディアに出た時に いいっぱい見て応援しましまょうはい。ということで、はい。<laughs> もう1時前ですね、ユュースは終をりだうと思いますので、その前に告知をしたいと思います。うーんと、明日ですね、明日12月の12日は、えー、メイドリーミン秋葉原ライブレストラン、ヘブンズゲートさんにて、えー、私たちラックアイドル編集部とのコラボカフェが開催されます。 はい。時間は14時かな ?17 時という大変大変あの、お早い時間帯なんですけれども、ぜひ明日お仕事休みとかその時間帯は空いてるよって方とかは、ぜひ少しでも1時間でもいいので、あのー、遊びに会いに来てくれたらすごく嬉しいなっていうふうに思っております。もちろんライブもありますし、お給仕もさせてください。コラボドリンクもありますので、どうかお願いします。そして、 えー、次回のペーパーアイドルが12月の17日に行われますので、こちらもどうかお願いします。えー、そして何と言っても12月の29日、福島ゆかの生誕主催公演が郡山のヒップショットジャパンにて開催されます。はい、えー、この日のイベントに向けて私もずっと練習もそうなんですけど、気持ちも作ってきて、えー、この日だからこそ見せられるステージが絶対にありますので、 皆さんには、まあ、ちょっと年末ってことで無理させちゃう人もいると思いますしまあそもそも遠征してくださる方にはねちょっと遠いというか遠いのであのちょっとお手数をおかけしちゃうんですけど、まあ、ただやっぱり福島県でライブができることのありがたさとそしてえー、来たことない方にも来てほしいしそしてあの自分が生まれ育った場所で なんかライブができることってその場所で普段過ごしている方にもライブをお届けできることはすごい私にとってはもう夢がいっぱい詰まったステージとなってまいりますのでこの日はどうか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 私にえくれたら嬉しいです。はいいりのチケットもいつもつ販売しておりますほん 本当に頑張りますので、本当によろしくお願いします。詳しいことに関しましては、くしめゆかのツイッターブログ公式サイトトントンご覧になってください。ということで皆さん、今日は本当に夜遅くまで聞いてくださってありがとうございます。みんなも明日がね、ある方多いと思います。なので、一緒に寝ていい夢見ましょう。夢でお会いしましょう。はい。じゃあ、寝ますよ。本当に寝るからね。 寝ましょう。皆さん、本当に今日もありがとうございました。いい夢見てください。おやすみなさい。ありがとうございました。